藤枝市立陳太夫中学校は、静岡県藤枝市青葉町一丁目にある公立、中学校。この学校では、合唱、挨拶、ピアスサポートを柱としている。また、2020年からは、SDGs を中心とした生徒会活動が活発に行われている。SDGs への取り組みとしては、食品ロスをなくすため、7日間で4 8キログラムの食品が集まり、 新型コロナウイルスにより生活に困っている人々へ届けた。活動としての合唱部はないが、2008年に行われた第75回 NHK 全国学校音楽コンクールでは、静岡県予選で金賞を獲得し、同県代表として東海北陸ブロック予選へと駒を進めた。校内では1年に1回の合唱コンクールを実施し、 合唱精神の向上に取り組んでいる。また、藤枝氏は、サッカーの町として知られており、新川中学校でもサッカー部が存在する。同部の著名な出身者である、元日本代表の長谷部誠は、首相として W 杯南アフリカ大会、W 杯ブラジル大会、W 杯ロシア大会に出場した。この時に歌われた曲は、課題曲、手紙自由曲、君。 同集会には、同校の生徒や保護者だけではなく、近隣地域の住民も来校する。ありがとうございます。